This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。タイ政府観光庁は2023年のインド人入国者数の目標を200万人に上方修正しています。タイで世界タピオカ会議2023が開催されています。バンコクの鉄道旅客数が過去最高を記録しました。財務大臣はタイ経済の成長を楽観視しています。それではまず初めのニュースです。タイ政府観光庁は2023年のインド人入国者数の目標を200万人に上方修正しています。タイ政府観光庁は、インド政府が最近新型コロナ規制を変更したため、これに伴い今年のインド人入国者数の目標を140万人から200万人に上方修正しました。インド保健家族福祉省は2月9日にコロナ規制の改正を発表しました。タイなどからの入国者に対する出国前の PCR 検査などの条件を廃止しています。タイ政府観光庁のユタサク長官は、これはインドからの観光客が予想より早く回復し、今年年末までに200万人に達するとの見通しを明らかにし、コロナ前の2019年の数字に並ぶ可能性があると指摘しました。タイは今年約12万2300人のインド人観光客を受け入れています。現在、インドからの入国者数を上回っているのは、マレーシア、ロシア、韓国などとなっています。また、ユタサク長官は、今年2月6日に中国で厳しいコロナ政策が解除され、ツアーによる海外旅行が再開された後、中国人観光客が徐々に増えていると説明しています。現在、コロナ禍で減った飛行機の座席数の制限が問題になっていると指摘し、航空会社が拡張準備を進めているため、中国人の入国者数は今後、数週間は増加し続けるだろうと見ています。次のニュースです。タイで世界タピオカ会議2023が開催されています。タイで2月23日から25日にかけ、ナコンラチャシマー県で世界タピオカ会議2023が開催されています。14カ国から輸入業者、報道関係者、外国の外交官などがこの国際的なイベントに出席しています。商務省外国貿易促進局によりますと、この会議の目的はタピオカ生産に関する意見交換やタピオカ加工における新たな技術革新の促進を図ることです。また関連製品の交渉の場や関係者がタイのタピオカに対する
将来の需要を把握するためのプラットフォームとしての役割も果たしています。ロナロン局長によりますと、中国、日本、韓国、フィリピン、トルコ、ニュージーランド、インドからの代表者が参加しています。この会議では、学術的な議論や、タイのタピオカ産業に関する展示、中国やトルコなどの主要なタピオカ輸入業者との覚書の調印式も行われています。さらにこの会議では、タピオカ製品に付加価値を生み出す学術的な作品や、革新的な生産方法が紹介されています。バイオプラスチックやグルテンフリーのタピオカ粉など、様々なタピオカ製品に多くの人が興味を示しています。これらの製品は、経済発展のガイドラインに沿った技術開発とイノベーションを刺激し、政府のバイオ循環グリーン経済モデルのもと、タイのタピオカ産業を推進することが期待されています。次のニュースです。バンコクの鉄道旅客数が過去最高を記録しました。2月10日、バンコク都内及び近郊の鉄道利用者数が157万7330人を記録し、過去最高を更新しました。運輸省鉄道輸送局のピチェット局長は、2月11日まで開催されたカセサート大学でのカセサートフェアが乗客数の大幅な増加につながったと説明しています。2月3日から開催されたカセサートフェアで、2月10日のカセサート大学駅と万景駅の利用者数はそれぞれ67万6571人と19957人でした。鉄道輸送局によりますと、2022年4月13日の水かけ祭り、ソンクラン祭りの日に、鉄道サービスを利用した乗客は146万人。2019年12月12日には、BTS スカイトレインの利用者が130万人となり、過去最高を記録しました。ピチェット局長は、バンコクにおける鉄道利用者の新記録達成は、バンコクの交通渋滞問題を便利で効率的に解決する手段として、バンコク都民の間で鉄道が交通手段として人気を集めていることを表していると指摘しています。次のニュースです。財務省はタイ経済の成長を楽観視しています。アーコム財務大臣は、コロナによる渡航制限の緩和により、国内外の観光産業が復活する中、2023年のタイ経済は予想を上回る速度で成長できるとの見方を示しました。財務大臣は最近のインタビューで、タイ中央銀行が実施した金融引き締め策は合理的であり、国内経済のニーズに合致していると説明しています。アーコム財務大臣は、タイ経済の回復ペースが他の東南アジア諸国よりも遅いため、タイ中央銀行はアメリカ連邦準備制度理事会の積極的な引き締めのペースに追随していないと述べています。さらに完全な経済回復を確保する必要性を強調し、あまりに早い利上げは悪影響を及ぼす可能性があると指摘しました。タイ中央銀行は2022年8月以降、主要金利を 1.5% にしました。しかし、引き締めのサイクルは多くの地域のカウンターパートに比べて積極的ではありませんでした。タイ中央銀行のアプローチは、観光部門の回復が遅れているため、タイの景気回復が遅れていることを踏まえたものです。タイ経済はコロナによって大きな打撃を受け、観光と輸出が大幅に減少しました。しかし安定した金融システムや熟練労働者などの強力な経済的ファンダメンタルズが回復のための基盤となっています。観光セクターの成長が期待され、タイ中央銀行の合理的なアプローチにより、コロナパンデミックによる不確実性は続いているものの、2023年のタイ経済は回復を続けると予想されています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。タイ政府観光庁は2023年のインド人入国者数の目標を200万人に上方修正しています。
タイで世界タピオカ会議2023が開催されています。バンコクの鉄道旅客数が過去最高を記録しました。財務大臣はタイ経済の成長を楽観視しています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.